ウクライナ軍が弾道ミサイルエイタクムスで、ケルチ港にある鉄道フェリー2隻を撃破。ウクライナ国防省もこの事実に言及し、被害があった港の一部写真を公開している。こちらはエイタクムスの攻撃を受けた輸送艦、アバンヤルドの甲板の写真とのこと。今回の攻撃ではこのフェリーの他にもう1隻、計2隻のフェリーが大破したことが判明している。より重要なのは、このケルチ港がクリミア大橋のすぐ近くに存在する港ということだ。この事実は、クリミア大橋の防空網はエイタクムスの前に無力であり、エイタクムスがクリミア大橋を攻撃、破壊することが全く問題なく行えるということを示している。うおーおーおー、ついにクリミア大橋の防空網が破られたのね。いつクリミア大橋落ちてもおかしくなさそう。そうだな。個人的には今回の港への攻撃について、ケルチ港付近のロシア軍の防空兵器を狙ったのかと思っていたが、そうではなかったようだな。ウクライナ軍が攻撃したのは港とフェリー、ロシア軍の海上補給路における重要な拠点ということだ。ただ、こうなるといくつか疑問も生じるところだ。最大の疑問は、エイタクムスがもうクリミア大橋の防空網を突破できるのなら、なぜ今回、ウクライナ軍はクリミア大橋を攻撃しなかったのか？ということだぜ。なるほど。言われてみれば、クリミア大橋、破壊できるのなら破壊してしまった方がいいはずですもんね。ロシアのウクライナ占領における象徴的な存在だし、ロシア国内に与える影響も甚大でしょう。ウクライナ軍側も大いに士気を上げることは間違いないでしょう。うむ。この辺りはウクライナ側にどのような思惑があるのか、なんとも判断しがたい部分だ。果たしてウクライナ軍は今回の攻撃について、どのような意図を持っているのだろうか。ということで今回はロシア、戦闘力をほぼ喪失、エイタクムスがケルチ港を破壊、クリミア大橋も破壊目前と題し、今回のウクライナ軍によるケルチ港の破壊の意図、そして今後の展開について、掘り下げていこうかと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。さて、5月30日当日、ウクライナ軍のエイタクムスによる被害が伝えられた場所がこちら。クリミア半島東端の都市、ケルチだぜ。このケルチの都市をより拡大してみた地図がこんな感じ。ケルチといえば、ロシア本土とクリミア半島を隔てるケルチ海峡を結ぶ大橋。ケルチ大橋、通称クリミア大橋が通る町としてもとても有名だぜ。クリミア大橋は2014年以降、プーチンがクリミア半島の占領のために建設させた橋なのよね。歴史的にはクリミア半島からの南進政策を意図した、ロシア帝国期以来からの悲願とも言えるもので、今回の戦争だけではなく、歴史的な意味合いも非常に深い建造物って印象でもありますね。もちろんウクライナとしては、何よりも早く破壊したい攻撃目標の一つではあるわね。うむ。ウクライナ軍は常にこのクリミア大橋を破壊する機会を狙っていたはずだぜ。ところが5月30日に行われた攻撃は、クリミア大橋を狙うものではなかったようだ。ウクライナ国防省が公開しているこれらの港の写真は、Google マップ上で大体この位置、沿岸に広く伸びているケルチの複数箇所をエイタクムスで攻撃したようだな。こちらは5月30日の夜中から早朝にかけて撮影された港方向の写真の一つ。エイタクムスが着弾したことで爆発、炎上している様子がよくわかる。さらにこちらはケルチの防空砲台から、ウクライナ軍が発射したエイタクムスに対して行われた、迎撃ミサイル発射の映像とのことだ。ミサイルが4発発射されてますね。防空砲台ってことは、S400 とかいつもの防空システムかな。5月30日時点ではウクライナ軍はこの防空砲台を狙ったのでは？という情報が飛び交っていたが、5月31日以降に出てきた情報からは、防空砲台が破壊されたとするものは存在しない。なのでこれら防空システムがどうなったのかはよくわからないぜ。ただし、ケルチの都市部にはクリミア大橋を守るため、S400 や短距離防空ミサイルシステムのトール、さらにはパーンティリ S1 などの防空システムが存在し、これらの防空システムが何重にも空を警戒する強力な防空網を形成していたことは、以前からわかっていたことだったぜ。なのでおそらくはこれらの防空システムが破壊されたという話ではないようなんだが、
少なくともクリミア大橋付近の防空網を ATACMS が突破することができたというのは、紛れもない事実のようだな。いいですね、以前から分かっていたことではありますけど、本来弾道ミサイルに対する迎撃能力を持つと言われていた S-400 などの防空システムが、その能力を持っていなかったがために、こうやってあらゆる戦略的に重要な場所を攻撃されまくっているわけですもんね。正直、なおさらクリミア大橋破壊すればいいんじゃない？って気もするんですけどね。その点は本当に謎だ。今回の港への攻撃で甚大な被害を受けたものとして知られているのが、こちらの輸送用フェリー2隻、アバンラルドとコンロトレーダーと名付けられた2つの船だったようだ。これらの船はロシア本土から船でクリミア半島へと輸送を行う、ロシア軍の輸送船として活用されており、ウクライナ軍はこれら輸送船を破壊することで、ロシア軍の補給路を断とうと考えたのだろう。ただ、これまでウクライナ軍は大型揚陸艦など、補給船として利用される大型の船を何度も破壊しており、今回のATACMSの攻撃による被害は、クリミア大橋付近の防空網を突破できているという事実を踏まえると、正直インパクトに欠けるものと言わざるを得ないぜ。果たしてウクライナ軍の意図は何だったのだろうか。ここからは、今回の攻撃の意図とクリミア大橋、ケルチ港の軍事的な価値について、考察していこうかと思うぜ。今回のATACMSの攻撃後の写真は、ATACMSが正確にケルチの港に停泊する輸送フェリーを狙って発射され、見事に着弾したことを示している。つまり、ATACMSはロシア軍の GPS 妨害による影響を受けたなんてこともなく、やはりこの攻撃は、ウクライナ軍が意図的に狙ったものと考えた方が良さそうだ。その理由を考える一つの要素として、今後の攻撃のために、クリミア大橋を残しておいたなんて可能性が考えられるぜ。クリミア大橋を残しておいた？そんなことするメリットなんてあるのかしら。以前からこのチャンネルでも言及している通り、実のところすでにクリミア大橋にはウクライナを占領するロシア軍の兵站の大動脈としての価値は完全になくなっているぜ。度重なるウクライナ軍の攻撃でクリミア大橋は何度も通行止めが行われており、破壊されていない現時点でも、正直補給路としての価値は消失しつつあった。そこでロシア軍が計画したのが、クリミア大橋を使用するルートではなく、ロストフナドヌーからアゾフ海沿いに、マリウポリ、ベルジャンシク、メリトポリをつなげる、新たなる鉄道線ルートの開拓だったぜ。2022年時点でクリミア大橋を通る鉄道の数は、1日あたり40から50本とかの規模で、軍事物資の輸送もそれは多いものだったけど、今は半日に1回とかだっけ？クリミア大橋を通行する鉄道の数自体、実はめちゃくちゃ少なくなってるのよね。そういうことだ。クリミア大橋を使わない代わりに、ロシア軍が開拓しているのが、こちらのドネツク州からザポリージャ州の鉄道線開拓だったわけだが、これまでずっとウクライナの戦場に関する情報提供に努めてきた元ウクライナ軍将校のタタリガミ・ユーエイ氏は、つい最近、この新しい鉄道線の建設状況が、最終段階に入ったと報告しているぜ。マジかよ、ロシア軍、ついに鉄道線の建設に成功してしまったんか。もはやクリミア大橋を使う必要すらないと。報告によると、まだ最終チェック段階らしいけどな。ロシア軍がほぼ建設を完了したと報告されているのは、ドネツク州からマリウポリ近くまでつながる、既存の鉄道線をつなげる形で建設されたものだ。タタリガミ・ユーエイ氏は衛星写真による解析の結果、5月24日には少なくとも1本の列車がこの鉄道線を走行しており、南から北へと進む様子が確認されたと報告したぜ。これは5月3日に撮影された、完成途中のこの線路の一部を通行するロシアの貨物列車だ。現在の鉄道線の様子から、このような大量の軍事物資を運ぶための貨物列車が運行可能であり、ドネツク州とザポリージャ州をつなげることに成功したということだな。この鉄道線は、クリミア大橋で輸送されていたこれまでの軍事物資の量を補うことができる、極めて重要な鉄道路線として運用できるとも言及されているな。ふむふむ。となると現状はクリミア大橋よりも、この鉄道線を破壊することの方が、軍事的メリットは大きいと言えそうですね。まあただこの鉄道線は陸上に設置されたものであり、ATACMSによって一部破壊したところで、ロシア軍はすぐに修復してしまうだろう。破壊した後の修復作業という点では、クリミア大橋と比べるとかなり大きな差があるはずだ。だから鉄道線を破壊したいにしても、攻撃するタイミングが重要になってくる。それは今ではなく、ウクライナ軍が現在の占領地から新鉄道線の方向に向けて戦線を突破し、少なくとも射程 40km 以内、榴弾砲の攻撃が届く範囲まで前線を押し上げて進軍し、榴弾砲の砲撃でこの鉄道線のあらゆる場所を破壊し、修復不可能なレベルにまで繰り返す必要がある。こうしてロシア軍の新鉄道線が潰され、クリミア大橋を使わなければいけなくなり、
クリミア大橋の鉄道輸送量が戻ってきたところで再度、エイタクムスをぶっ放して橋を崩落させる。このような筋書きであれば、ロシア軍の兵站にも致命的なダメージを与えることができるだろうな。現状、クリミア大橋を落としたところで兵站に与える影響は正直少ないから、現在築かれている新鉄道線を破壊し、その後クリミア大橋の軍事的価値が戻ったタイミングで、再度攻撃を行った方が軍事的なメリットは大きいという話ですね。ウクライナ軍の士気向上という目的だけでも大きな影響を与えられるはずだし、これまでの攻撃状況を見ると、エイタクムス自体は何発も撃てるほどにはそこそこの数も供与されているはずだし、ためらわずに撃っちゃっていい気もするんですけどね。正直その考えも十分に理解はできる。ウクライナ軍にとってはウクライナ占領の象徴みたいな建造物だからな。破壊すべき対象として憎悪を向けられている建造物とすら言えるのかもしれないぜ。だとしても、なぜウクライナ軍はエイタクムスを使用しなかったのであろうか。ここからは、また別の政治的な理由に基づく、別の視点の可能性についても触れていこうかと思うぜ。5月31日、ウクライナ軍にとって重要な転機となる情報が公開されたぜ。それはアメリカのバイデン大統領が、アメリカからウクライナに対して供与された兵器について、ロシア領内の標的に対する攻撃制限を、一部解除するとの情報だ。これでウクライナ軍は、アメリカの兵器を使ってロシア領内の敵目標を攻撃できるようになったぜ。というかまだ許可されていなかったんか、ロシアがウクライナ全土を攻撃しまくっているというこの状況に、やっと国内への反撃能力を許されたというのは、不公平な戦いを強いられているって気はしますけど、まあこれでウクライナ軍もロシア領内を攻撃できるようになったと。ともすれば、やっぱりクリミア大橋もがっつり攻撃していきたいところではありますよね。ただしこの制限解除、一部解除という言葉の通り、どうも全ての攻撃制限が撤廃されたというわけではない。バイデン大統領が認めたのは、あくまでハルキウ方面から進軍するロシア軍の攻撃に対し、ハルキウ州を守るという目的でのアメリカ製兵器の使用制限を撤廃する、というものだ。しかもハルキウ州への攻撃に使用できる兵器は、ハイマースその他、砲撃能力を持つ榴弾砲などに限られ、エイタクムスなどの長距離攻撃兵器に関しては、やはり使用が認められていないということだ。実際のところは現在でも、アメリカはエイタクムスやその他長距離兵器について、ロシア国内を攻撃することを許可していない、ということだぜ。マジかよ、正直まだまだ道のりは遠そうね。これはアメリカとロシアの緊張関係をさらに悪化させるものであるという話でもあり、アメリカの慎重な対応の判断は難しいところだぜ。この話と同様、アメリカはエイタクムスの使用について、ウクライナ軍にどこまでの範囲で攻撃を許可しているのかは不明であり、もしかしたらまだアメリカは、エイタクムスでクリミア大橋を攻撃することについて許可を出していない、なんて可能性もある。ロシア領への攻撃については、つい最近になってフランスやドイツも含め、西側諸国がやっと認めるようになってきたレベルという現状もあり、エイタクムスももしかしたら、まだクリミア大橋の攻撃には使えないのかもしれないんだよな。なるほど。だから現在までに攻撃の許可が下りている、クリミア大橋の東端部に留めることにしたのね。クリミア半島はウクライナの領土っていう見解は、以前から存在した主張ですから、ケルチ港を攻撃することの許可が出ていたのは、まあ確実でしょう。だけどクリミア大橋はロシアが建設した橋だし、ウクライナの領土に該当するものでもないから、ロシア本土に含まれる場所なのか、それともウクライナ領として判断してしまってもいいのか、あるいはロシア本土だとしても例外的に攻撃していい場所としてウクライナが認めるのか、まだ協議が進められている段階なのかもしれませんね。この話も現状憶測でしかなく、実際のところはよくわからない。ただし、この決定はウクライナ軍の抵抗力を大いに底上げするものになると言えるだろう。現在、ハルキウ州方面のウクライナ軍はロシア軍の攻撃を打ち破って攻勢に転じることができており、国境を越えて進軍しているハルキウ州、二方面のロシア軍に対し、50個大隊ほどの戦力をウクライナ軍は結集させ、反撃の準備を進めていることが判明している。これに対してロシア軍も、ドネツク州方面などから一部の部隊を移動させて、ハルキウ方面のロシア軍の増強を行っているようで、6月以降、ハルキウ州方面でも両軍の衝突が激化してくる可能性があるな。ウクライナ軍としては、とにかくハルキウ方面のロシア軍を撃退し、この方面への進軍を諦めさせることが主目標になると思われるぜ。ロシア軍、領土を意図してハルキウ州攻撃したのに結局戦力不足で撃退され続け、逆にドネツク州方面から戦力を拠出しなければいけなくなってるの本当に何してんのって感じ。領土のつもりが領土され返されてるじゃないですか。ドネツク州方面のロシア軍が減ったということもあり、
こちらの方面のウクライナ軍は少し攻勢が落ち着くことになるのかもしれない。これは少し喜ばしいことではあるな。ウクライナ軍はおそらく今後、アメリカから認められたハイマースその他榴弾砲などの攻撃で、国境を越えてベルゴロド州のロシア軍基地や兵站拠点を破壊していくことになるだろう。今後数ヶ月程度、この方面の進捗にも注目していきたいところだな。ということで、今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。